最高だ。キャッツテールの酒は実に。ああ、旅人か。どうした？もしかしてキャッツテールを知らないのか？まあその感じじゃ聞いたことも言ったこともなさそうだな。お前それは人生損してるよ。キャッツテールには面白いドリンクがたくさんあってな、きっと旅人が飲んだことないものばかりだと思うぞ。しかも店名の通り、可愛い猫たちが店内にいるんだ。可愛い猫に囲まれながら美味しいドリンクを飲めば、あっという間に時間が過ぎていく。未成年に見えるけど。あ、でも大丈夫か。あのディオナっていう子はモンドで最高のバーテンダーだからな。ノンアルコールのドリンクくらいパパッと作ってくれるさ。それにあの子もすごく可愛くてな、まるで子猫みたいで。ディオナには内緒にしてくれよ。とにかくキャッツテールはすぐそこだ。気になるなら行ってみるといい。俺はその辺で酔いを覚ましてくる。今の俺には5次会は無理だ。お酒の材料がもう切れちゃった。まったく、大人たちはなんでこうもお酒を飲みたがるの？それはもちろんディオナちゃんの作ったお酒が美味しいからよ。はあ、大人が持つべき自制心は一体どこに忘れてきたんだか。ディオナちゃんのスペシャルドリンクを前にしたらその自制心がなくなるのも無理ないわ。何それ、ただお酒が飲みたいだけの節操なしじゃない、酔っ払いどもめ。誰が猫だにゃ。あ、もしかしてあなたカッツェルインの人間を見るのは初めてなの？あら、お嬢さん、キャッツテールへようこそ。猫？うちには確かに可愛い子猫がたくさんいるわよ。子猫は愛らしいものね。多くのお客さんが君と同じように猫目当てで通ってくるくらいだもの。何せキャッツテールみたいに猫と触れ合える場所なんてモンド城にそうないから。ふん、猫なんて選ぶっててわがままで何が愛らしいの。酒場は飲みに来る場所でしょ。何よその理由は。可愛けりゃ何でも OK ってこと？お店に来る人の反応を見るに確かにそれが一番の理由でしょうね。ほら、お嬢さんも子猫たちを見に来たんでしょう。でも残念だわ、店の子猫たちったらいつの間にかみんなお外に遊びに行っちゃったの。タイミングが悪かったわね。少し時間をくれればディオナちゃんが連れ戻してきてくれるんだけど。私がいつあのいたずらっ子たちを連れ戻すって言ったにゃ。これも店の仕事の一環よ。それにあの子たちもディオナちゃんに懐いてるから、ディオナちゃんがやってくれた方が楽じゃない。どうせ暇を持て余していつも通りどこかの誰かに甘えてるだけだと思うけど。そうかしら。どちらにせよ子猫たちのことはディオナちゃんに任せたわよ。お客さんは子猫目当てで来たのよね。それならよければディオナちゃんと一緒に子猫たちを探しに行ってくれないかしら。子猫たちと仲良くなれば君に懐いて甘えん坊な姿を見せてくれるかもしれないわよ。今回お外に行っちゃったのはロジャーとネルソン、それにペイズリーね。ディオナちゃんはいつもお世話をしているからよく知っているわよね。またあいつらか。
勤務時間にこっそり抜け出すなんて、お店の猫として自覚がないんだから、まったく。まあ、子猫たちがみんなディオナちゃんみたいに頼もしいわけじゃないからね。私は猫じゃにゃい。とにかく連れ戻せばいいってだけの話でしょ。それくらい簡単にゃ。早速出発するわよ。まずは商店街の方からね。あいつらあの辺りがお気に入りなの。それじゃ頼んだわよ。私は店番してるから、子猫たちのことよろしくね。どこにもいない。どこ行ったんだろう。心配しないで。方法はあるから。あの猫たちはわがままだけど、そのおかげで逆にわかりやすかったりもするの。まずはマージョリーさんのところに行こう。前にロジャーが自分のおもちゃを壊しちゃったから、私が新しいのをオーダーしておいたの。ひょっとしたらおもちゃがないせいでお店を抜け出したかもしれないから。詳しいも何も、ただあいつらには仕事に専念してほしいだけで、ただそれだけにゃ。ほら、マージョリーさんのところに行こう。あら、ディオナ、猫用おもちゃを取りに来たのね。オーダー通り補強しておいたから長持ちすると思うわよ。うん、ありがとう。お金はマーガレットさんが払いに来るから。ええ、わかったわ。それで、そのロジャーっていう子猫ちゃんは、キャッツテールで飼ってるの？うん、いつもお店にいるよ。よかった。じゃあ2、3日したらお店に会いに行こうかしら。それは、お待ちしてます。それにしても、リオナは猫のことを大事にしてるのね。猫用おもちゃを作るために丁寧に材料までリストアップしちゃって。だってお客さんがロジャーと遊ぶたびにロジャーったら興奮しておもちゃを壊すから、丈夫にしておかないとまたすぐ壊しちゃうでしょ。誰もいない時はキャビネットの上でおとなしく座ってるのに。どうだろう、猫の気持ちを考えるだけ無駄だよ。猫ってみんな自由気ままだから。次はサラさんのところに行こう。ネルソンの猫ママはいつもサラさんに頼んでるの。ネルソンは食いしん坊で、いつもたくさん食べるのに体重は一番軽いんだ。普段外で何してるんだか。鹿狩りへようこそ。あれ、ディオナ、どうしました？サラさん、前と同じ猫ママをちょうだい。ああ、ネルソンでしたっけ。ご飯が切れちゃったんですね。少々お待ちください、今用意しますから。はい、こちらをどうぞ。大した材料は使ってませんから、お代は結構です。その代わり、今度時間があるときに子猫ちゃんを連れてきてくれませんか？ぜひ触ってみたくて。ネルソンに聞いてみる。大丈夫、普段はあまり人懐っこくないけど、魚の匂いがするとすぐおとなしくなるから。でもあいつ食べ始めるとキリがないの。誰かが抱っこしてご飯から遠ざけるしかないんだよね。まるでお酒を飲んでるおじさんみたい。今回の猫マンマは量が少ないから全部食べられても問題ないけど。よし、これで準備完了。ロジャーとネルソンを探しに行こう。ペイズリーは他の手段を用意する必要があるから後回しね。ロジャーは高い場所が好きだから。うん、きっとどこかの屋根の上にいると思う。ねえ、あなた屋根に登れる？無理だったら私がやるから下で見てて。本当？そうは見えないけど、でも自信があるなら一緒に屋根に登ってロジャーを探そう。
ね。あいつあんな高いところに登って近づいちゃダメ、驚いて逃げちゃう。さっき準備したものは覚えてる？今こそそれの出番だよ。ロジャーにはうん、よく覚えてたね。ロジャーにはおもちゃが効果的だよ。うわー、警戒心ゆるゆる。誰かが遊んでくれるのを待ってたみたいだね。普段は偉そうにしてるのに人を見ると甘えちゃって。店に来たお客さん、そう、スペシャルドリンクにゃんかよりもモフモフの子猫の方が好かれるに決まってるもんね。いっそのこと新メニューなんか出さずに猫をたくさん飼えばお客さんも寄ってくるんじゃにゃい。おしゃべりはこの辺にして、ロジャーを連れてネルソンを探しに行こう。あったかい場所が好きで、この前は鍛冶屋の近くの茂みで寝てたから、その辺りを探してみよう。ここにいた。気持ちよさそうにうとうとしちゃって。お店よりもここの方が居心地がいいってこと？じゃあさっき用意したものを出して。うん、ネルソンはこれが大好きだからきっと喜んでくれるはず。猫ママを見ただけでこんなに喜ぶなんて。いつもお客さんから美味しいものをいっぱいごちそうしてもらってるのに。食いしん坊なやつ。なんでみんなこいつを甘やかしてご飯をあげるんだか。ひょっとして、わざとお腹が空いたふりをしてお客さんたちを騙してるとか？ずる賢いやつ。だからみんなこいつを見るなり、スペシャルドリンクのことを忘れちゃうんだ。こいつみたいに敵っこにゃい。なんならお店に行って猫を増やした方がいいかもね。あたしのドリンクなんかよりもよっぽど人気だし。さ、こいつを抱いてあげて。大丈夫、軽いから。食いしん坊なのにどうやって体重をキープしてるんだか。よし、次はペイズリーの番だね。前々から大聖堂の近くでこっそり遊んでたみたいだから、そこを探そう。ペイズリーは何派でもない。詳しい話はついてからにしよう。星拾いの崖の景色は有名よと。
やっぱりここにいた。あいつにはどんな手も通じないの。好きになるものに傾向がなくて、自分の気に入ったものだけをただ好きになる。簡単に言うと、世界が自分中心で回ってると思っているような猫だね。お店にいる時も他の猫たちと遊ぶだけ遊んで、あまりお客さんの相手はしないし。まあこの話はいいとして、とりあえずペイズリーを連れ戻そう。ここは私が行くよ。お店でも私が近づくときは逃げないから。おい、なーにそのやる気満々な表情は。言っておくけど、ペイズリーは知らない人には懐かないよ。全然反応がない。それじゃ私と交代ね。ペイズリー、よしよし、いい子いい子。にょっと、うん、これでよし。おとなしい時は可愛いじゃない。何よその目は。こいつが私に懐いてるのは単に私がずっと世話をしてたからであって、っていうかこんな性格の猫も人気があるなんて。尻尾を振るだけでみんなモラを貢いでもいいって顔しちゃってさ。こんな子猫が何匹も増えた日にはキャッツテールのバーテンダーも必要ないね。猫の世話をしていればお客さんが来るんだから。あ、当たり前でしょ。私がお酒を作ってお金を稼いでなかったら猫たちのご飯もおもちゃもなかったんだから。それじゃこの猫たちはあなたが責任持って店に連れてってあげて。どうせあなたも猫が目的で来たんでしょ。私は先に帰るから。私は早く帰って里親を募集してる猫とかを探さないといけないから。お客さんのためにもね。ドリンクなんか全然重要じゃないことが分かったし。ふんだ。